まあ、まあ、こう入れてますが、これは、50年前の、私の33歳で、まだ使ってますけど、これは、まあ、まだこの記録は破られてないんです。世界で、もう最高の、あれなんで、数百万の、それから、数百万アンペアの電力でして、この2ヶ月前にですね、ロシアが、こよるかなり近いんですけど、コンデンサーバンクで、同じようにやった、ね、それが、中性子も出たというので、それが2ヶ月前に、ノーベル賞になったと。もうちょっとそれは、社会情勢がよう分かったらですね、前倒しして、やったんですけど、そういうことで、この記録はまだ取られていない。しかし、最大の、これは50年前の記録は、それで、これがあまりもうまくいってしまって、新聞の第一面にも、すべての新聞の第一面に、これは載りました。それで、核合というのが日本で分かりました。で、当時は行政書も作られていない。私だけが行政書だったら、それは、まあ、万博で行われたんです。それで、その前に、ちょっと私、書いたものがありますから、こういうことですね。私は新田と申します。皆さん、どうはご苦労様です。今日の実験は全く新しい未知の分野で、世界で初めての公開実験であります。そこで今までの経過を簡単にご紹介させていただきます。私は50年前、世界で初めてスプリットステートプラズマシュージョン、あるいはストロングリーカプトプラズマシュージョンと命名し、社内に管理して、その時の、つまり、お互い核融合提案し、電力をスタートしました。しかし、同時に熱核融合のための大電力コンデンサーが枯渇し、1958年2月8日、これですね、ちょうど50年前に公開実験を行いました。この方式は、今、スライド、これですね、現在に至るまで使い最大の装置で、数百万アンペアの電力で数百万の温度を発生し、中性子の方も含めて、すべて記録はまだ破られていません。しかし、分かっていただけるということはあります。当時、外国の状況はもう本当にあまりよくわからない、どうしましてもね、ただ、ロシアにお召しをもらって、残念なことだけは覚えております。皆さん、それから差し上げた青い本、これは文化勲章の表面宿泊応援団のことを記録してまいりまして、2007年、昨年8月の発行でありました。お見いただければ大体のことがあります。詳しく、この前のことが書いてあります。そこで、今日はですね、その後、1年間出た最新のものであり、世界のどこにもない固体核融合、つまり、実用炉の特性について、のご説明をお伺いのお見せしたいと思います。この一号は、今年の3月に出版した古文学会志向の、今の青野君の一号論文ですね、に、書いてあります。で、まあ、この経文をどこに出そうかと、ある技術の助手の森友の人が、なんかどっかどこかで言って、まあ、やっとるようですけども、しばらく彼のことを言っておきたいと思います。しかし、よく分かったという人は、これをね、論文を出しておるにかかわらず、このよく分かった人はほとんどおりません。理解できないようです。そんな現象がありえないとか、理解できないとか、新たを襲っているのだかというのが耳に入ってきますし、それでよく分かったという人はほとんどおりません。これは世界で独創状態にあるという、まあそういうことを意味していると、私は自分を慰めているわけです。特許庁に至ってはですね、私が申してきましたような、そういう反応は今までどこの本にも書いていない。だから、そういう反応ですから信用できませんと。しかし、特許を許可することはできませんと、拒絶してきたわけです。で、まあ、追伸に成功する人がおったら、許可してみましょうと。こんなことを書いてあります。まあ、しからんと、私はもう情けない思いです、ね。
本人でなくて、私は日本人なくて、外国人だったら、副局長も、あ、そうですかということになるけど、日本人だということで、こういう副局長が、そういうこと、こう、わざわざ本のね、あれを反応式まで書いて、今までの本はこんな具合にね、反応式書いてある。あなたのようなことだって、外れてるじゃないですか。特許にはですね、新しいから特許になるんであって、そんな人が言うたやつを特許になるんですね。何もしかし、特許庁がそこで、そうです、そういうことがあるんですか。まあ、半額も、あれを書いておりますけれど、まあ、まさかの将来が心配です、ということを言いたいというわけです。まあ、ご調整で、まあ、なんか早く帰りたいと思います。それで、まあ、こうして用意しておりますから、これで、これは、アトピーなんですね。これは、ダブルストラクチャー仮想、イエスカトールと言いますが、これは、皆さんも、監督したら、よく、このように世界的によく知られているものですし、サンフォードの SR ライター、通信、ダルパというのは、ディナイスアドバンストリサイト、プロジェクトエージェンシーというのは、ダルパというのは、すごいですね。日本のいろんな会社にも入り込んで、おりますし、私のことは、とにかく妻でよく調べておるんですね。ほんで、その、ね、ダルパがですね、スタンフォード、オーストラリアにスタンフォードリサーチをして、そこの所長がお金を請求したら、それは新たなことを言って、その未来、そうしてもらってください。あなたはこの店、そういうことまで、そうして言われて、それまでということで、散々も言いましたね。私はそれでこうやったんですけど、あまりにもくどい。それじゃあ、私もこれはないから、なんかくれな、いう話で。やっと、まるまる万ドル増えて、まあ、まるまる毎年100万円、まるまる100万ドルとなっているところで、決してなんか、3分の1くらいは増えると思ったんですけどね、それくらいじゃあんまり多くなってました。ほんで、怒ったんですけどね。それから、まあ、実にきれいにこう、分解して、それで自分らで、採決したんです。だから、もう一回、それじゃあもう一台、どこじゃと、いろんな人を介して、また使って、あかんと、金つけて、それで、そういうことを噂にしました。もう、丸いものを持ってよけ、僕らが増えてきたらね、うまくいってるのに、たかだか、2、3万ドルや、安心なら、もっと自分よけになってるんだから、私だったらどうする3分の1はどうするこう考えして、OK 出してあげる。しかし、まあ、まあ、そういうことを一応ありました。はい、それで、この、これは、なんだ、BS カトールが、これは、また後ろの方が、固体核融合の、まず、その、活性と固体実験、あ、これですね。この棒があったらいいな。これ棒用意してたでしょ。これ、皆さん、これ何を書いたのかお分かりにくいでしょう。まあ、1、2、3、4とあります。それで、これに従って説明をしていきたいなと思います。それじゃあもうしょうがないと言ってます。まあこれ、もうこんなものをこういうふうに、まあ、最初になったということを覚えておいてください。それで次。ないな。固体核融合の、原理です。いいですか。あれ関係者いない？いやいや、そうし持ってこいで、持ってきとるはずなんです。だから、
こっちもって言ってもあれなんですけどね。ね、あのここの問題ですよ。何が大切かということは分かっていれば、あ、先生に言われたからこれはそうだと思って言ってるはずなんです。ここにもって言ってるはずなんです。どっかに、まあ、情けないねそのここは皆さん方によく分かるようにと思って僕は実物を持ってきたんです。こういうもんだということをね。それでこれ分かるでしょ、あれはステンレスの容器そのものなんです。ほんでそれにサンプルを下に入れてある。そして、あとはあのガスを導入するだけでよろしい。いいですか、こんだけの装置なんです。ほんでみんなはこれで疑いを持つですね。お湯が青かになる。ほんでこちらの方はですね、それで中水素あるいは水素をこの中に入れるだけでいいんです。そうするとこういうサンプル、これもある程度震えるからね。あの装置がどうなんですか、装置が。それが大切なの。申し訳ない。こっち持って出したから、あるんだけど、どっちだ。ここ何の、ここ何の、この、おい、装置はどこ行った。ベッセル、ベッセル。ベッセル持ってこれ出したんだ、こっち。あれは、あの、驚いたな。それがないと言ったんだ。新たなやろ、また嘘ついてる。そのソースを、この実物を見せるためにね、持ち帰ったんだ。これは分かりました。こういうヒップキャンプだけなんですよ。ベッセルに行ったら、あの、で、だから皆さん直感的に分かるでしょ、何がポイントだったか。これですよ、これ。これ。つまり、純水素、あるいは水素がここに入りますとですね、真空タンクにたまらない、ストアされない。ザーッとその3分の中に吸収されちゃう。ここが最大のポイントです。それで反応が起こる。ね。それで反応がストップすると同時に圧力が上がるんですね。真空タンクに。まあ、それもあのちゃんと書いてありますね。どこに飛び込んでるの？アホかいな。うがさき、昨日も持ってきとらんだよ。これでこういうね、やっぱりね、これでこれだって言った方がいいな。こんなこと言うんだよ。
いいんですか、あの、あなたは嘘ついてませんよ。で、ここに持ち年表、それで、ここに3個、こういう具合ですが、この真ん中に、3分の真ん中に、この、あの、3分の温度を測る持ち年表が入れられているということです。それで、まあ、あの、デース化すると、原理は一緒なんですけれど、あの、はるかにこちらが、あの、こちらにですね、しかし、もう、ディエスカソードでは、もう、あの、世界の人たちは、十分よく分かっていると思います。マクオレさん。あ、いや、あの、ロスウェルさん。分かってるでしょ、まだ分かってるでしょ。それで、次。あの、質問があったら見てくださいよ。ほんで、次やってください。それで、これがあの実験装置です。電気室です。これが今の、あの、さっき書かれた装置ですね。これが3分です。あら、これ赤にしてあったんです。まず、そうじゃないですか。それで、こうなってるんです。これで、ピンピンっていうのが、サンプルを真ん中に置いてあって、あの、測れるようにしてあります。これで、TS というのが、この、あの、サーフェス。このベッセルのサーフェスなんです。それで、ここで、高純度、100% の高純度の重積物ガスの発生装置を置いておられた。それで、これが、まあ、いろいろな制御を通って、ここへ入ると。あ、これだけの一つです。だからこの T インド、T インド、S がですね、パラメータルになっていくわけです。これが、この測定が重要なんですね。それで、次やってください。これが、あの、データなんです。あの、いいですか？そうだなって、あの、思ってるようじゃありませんよ。技術導入による熱エネルギーと、電力の同時創生。だから、あの、これがですね、ここで、これが今日読んで、熱がそこから見えます。これで、3分の中に、同時に、さっき言ったように、あの、その熱がそこからと流れのように入れると、それはでね、すべて、あの、真空タンクにたまらない。全部3分の中に入るんですね。3分の中に。D プラス4トンジェット量として入っていくわけです。それで、まあ、3分の1にすると。それで、熱がバーッと出る。それで、これと同時に、まあ、あの、ここに反応が終了すると同時に、あの、まあ、あの、エネルギーがバーンと落ちてくる。今、このジェット量止まっちゃってる。それで、この辺にとにかくよく理解して、これと同時に、水がピリンとこれがこうやって出せるのが分かると、これでこのピリンとプレストの関係ですね。これが水素と重水素との違いをよく満たしてほしいんですが、水素は次に出ます。この部分がもうここで一致します。これがあの重水素の場合はですね、これがあの100時間ぐらいザーッと続かれるんです。この私はこのデルタ T 特性となっている T インと TS との差ですね、があのザーッと続く。これが核融合を起こしているんですね。まあ、あのそういうことを頭に入れてちょうだいね。はい、続いてこれが資料なしの反応容器の比率の反応特性。あなたはあなたと嘘ついてるのでちゃんとこれを見たらあのそれを嘘ついてないことがある。今の反応容器の特性ね、つまり重水素を入れただけどうなるか、真空タンクになるか、もう当然のまああのすぐ分かるんですけど、入れた瞬間にもう圧力上に上がるわけですね。これそれでこういうあのまた止めるとこういうところになる。そしてまた入れるとこうなる。こういう特性を示す、そういう容器であって、容器には何も工作してない。
わかるよ。そういう容器なんです。ステンレスの容器。どこにもあるステンレスですから、特別の船に全くしません。いいですか？はい、それで、それで、なんだ？あ、これが一数だ。これ、円数の変数、実数でない、円数の変数。今度は、さっきは純水素を入れたんです。今度は水素を入れた。その場合はどうなったかというとね。そうすると、その場合も、ここから水素が入ると、バッと出ます。出るけれども、純水素よりは、ちょっと、でも低い。その、ちょっと差がですね、核融合による差なんです。しかし、そう、余計ではありませんね。10度ぐらいのもので。それで、これ水素は、これで分かるようにですね、終わった途端に、バーッと圧力が上がると。そして、ここの差がないんです。デルタ一つが出ない。もう、ほいで、ぐーっと下に下がっていく。これが水素の特性です。いいですか？異常水素と水素の特徴は今の点に現れているんですね。それで、行きましょうか。それで、今のはナノパラディウム。さっきのサンプルは、ナノパラディウムを、ナノパラディウムというものの特性を変えてくれるわけです。何人かな、プラスマンのようにバルク剤でやってるアホはね、ダメなんです。バルク剤は分かるんです。入らない。ということを覚えてください。それで、ヘリウムもですね、数百度を使ってはですね、入ることも、一旦入ったら出ることもできない。こういう特性は、金属ので発揮してるから、そういう特性もよく知ってるから、ヘリウムというものの特性もよく知らないから、金属というかって、いいですか。それで、これは、見てるのを見た部分です。この部分。パラディウムはすばらしいかと思います。ただ、パラディウムは、ナノパラディウムより少なくていいということなんですが、これは、吸収度が多いです。この幅、あれに比べると非常に広いでしょう。ナノミスというこういう特性をして、赤いのが、サンプル温度で、また TS の、ベッセルの温度です。下のやつね。それで、これをご覧になるとわかるんですが、この D 数ガスの場合にはですね、T と TS との間にデルタ T と名付けてるんですが、それが発生する。これも反応が終わると、こういう、すぐこの圧力がある。この間は反応全くなし。このガス、内部のガスは、ガス圧が全くゼロ。で、これよろしいですか。前のと、サンプルが違うというだけで、特性は、特性は確かに違いますが、同じような特性です。それじゃあ、行きましょうか。これは水素ガスです。水素ガスは今言ったように、この、デルタ T という特性が出ないんですね。ここは、核融合は大きな起こってない。僕は2個から4個入ると。で、スクリーンでもそういうことをチェックもしましたし。
必要なのはそういうふうに必要なんです。それでこういうこれがあの水素の場合で、これが今のこのこれに書いてありますように、酸素のナノ粒子の場合はこうやって、見てるのがこれですね。申し訳ないが、こう当てると頭フラッとしてますから倒れたまま、まあそれであの皆さんがこのいい頭で、よく理解してほしいわけですが、あの、まあ、いずれにしてもこのようにですね、あのここは点線が室温ですね、青い点線が。だから室温に向かってみんな熱が逃げますから、だから熱の逃げるスピードが大体分かるというんですね。いいですか。で、このことをもう一回言いますと、あのデルタピン、これがあの、ナノ粒子とか、見てるのが大きい場合には出てくるんです。しかし他には出てこないということですね。でそれは核融合のようなエネルギーだということです。この現代融合っていうのはそれで OK、 今の部分を拡大しました。これは300分です。あので一番端が300分で、300分からこれ3000分にしてるんですが、これ100時間ぐらいまで実験をやってずっと続けます。それでこれちょっと拡大しますからお分かりやすいと思いまして、前と同じこのデルタピン特性、デルタピンをチーッとこうなってるんですね。見事ですね。これあの僕たちのというところに電子の格子のこの穴の中ですね、お分かりまあ入ってるんですね。向こうから4個、私より前の人は1個しか入らない。じゃあ70年間ぐらい信じられる。それを、いや、向こうから4個入れますよ、まあ、後から言いますけど、そういうことを事実を持って説明して分かると。それで、これが水素ですね。これは水素です。このデルタピン特性を頭に入れておいてほしいんですね。いいですか。面白い特性でしょう。それで、これは私がですね、今の GS 仮想度、ダブルストロキャー仮想度、簡単に GS 仮想度と言っております。あるいは DS ベステムの仮想度ですね。それはあのダブルストラクチャー仮想度というのはあの上のやつだそうです。あのここからですね、ここに GS の上、ここに書いてあります。だここはですね、これが実用炉で、実用炉とあの GS 仮想度との差異、それはここにあるわけです。さっき示しましたね、このここにこれが DS 仮想度のパラディムベッセルの、あ、パラディムベッセルですね。ここからあのガスがこの重水素、まあ、ガスですね、ここへ入るわけです。でこれ通過して4状態で通過して中に入る、中に散布です。こういうものなんです。ところがこちら側のこれはですね、もうパラディムベッセルいりません。直接もう入れてやって、それは自分のところからそれはあの可能だということをカチッとあの分かったらこういうことをやってるわけですが、こういう上の何だろう、行われましたね。まあいずれにしてもディフェンス格闘の機能はですね、向こうから例えばあのベッセルにあのそういうパラディウムのベッセルにですね、こっちからボンベガスを入れるわけですね。汚いんです、ボンベガスというのは。あの、市販のやつですか。それで、ここへ入ると、これ、きれいなアレンジガスになるんですね。こういう、この3つ、あの、まあ、イオン分子、原子分子と
この3つぐらいのものにだんだん時間とともに中で変遷してますから、そういうものがですね、できます中で。そしてこの3分の中に、侵入すると、こういうのがディレスカソードの原因なんです。つまりここを普通の人たちはここから入れたらあかんのですね。ボンベガスをそのまま使ったらあかん。で非常にきれいなそのためにカルビンベストの料理を使ったんです。それで、それで、上のがディレスカソードの機能。それからこちら側のは必要なのはどこが違うかですね。ここにこれやめこのベストやね、全部ステンレスしてる。ここにちっちゃい穴が開いたと思ったんですね。で、ちっちゃい 100% の水性水化ストックって入れるとこれを壊されます。同じ現象になります。これ同じでしょという水性水化ストックということの判断によってこういうのが必要ができたんですね。できてからプロセスが分かるでしょ。パンといったんじゃないんですか。かなり、ディレス化ソードというのはですね、1993年からスタートして、去年までディレス化ソードの国がかけた。それで、そこに独創状態があるんです。それから、必要分に、そこの、ちょうど私たちが内緒しました作られている構造になっているんです。この丸いものをですね、この上に乗ったら正確な、それからあそこには先ほどの足を始めたりな、それからサンプルはどこに置くか。今まではですね、ここにこの70メーターぐらいの足をこういう丸いものこういう円の球を考えて、ここに排熱重油水素、あるいは水素、それが1個しか入れませんよと、これは70年間ぐらい、世界の学術界では信用してたんです。これで僕は、それはあかんなと。で、なんでこういう、それまずこれを考えなさい。これを、こういう体積を、同じ接触でも、球で考えるからダメだって。こういう四角形を抱えて叱るべきじゃないかというのはこちらの直感の発想だったんですね。それで、これ2倍ぐらいの体積を持ったんですね。こちらの。だからこれでいくというと、この入っていくのがですね、1個でない。横から4パー入れると。それで、これ重数をロケしたいとなってたんです。これが、ここで核融合をこの金属の中で起こす。これが根本なんですね。それで、そしてその、物理学的だけの力で、いわゆる今言った、私が50年前にやった、熱核融合はですね、最大の、難点というのは、ここにあります。この例えばですよ、こういう凝結体をこの原分子等の状態で置くといってですね、この体積がすごく大きくないとこの密度にならないんです。だからこれはケミカルエナジーの立場でいかないかというのにこれも直感的に気づいてきました。それでああいう方式ですね、対中であるいは合衆であるという問題はそこに最大のポイントがあるわけです。この密度は上げられないんですね。その天体がすごく100倍に引っ張ってこないと密度が高い。ところがこういうのは金属の中にスッスッスと自分で収まっちゃうということなんです。で、それにも僕はそれね、エレクトロンボックスという概念をこういうふうに与えたわけです。電子が。こういうものを想定すると、
そういうスクールキャストを選んだ。もう本当に、中絶するように外側は石キャストでよろしい。中は電子分と相互作用する。この電子とイオンとの相互作用が金属の中では極めて大切。これをベースにして考えると、核融合の、あれはダメです。理論になってる場合に全然ダメ。だから、電子分と、イオン分の、相互作用力ですね。だから、ダーンと、この、最初に入ってくみましたね、チェックインとして。そこの問題ですね。まあ、そういうこと。嘘じゃありませんよ。あなた嘘ついてなんて、思わないですよ、だよ。私はね、すべて直感でこうやってまして、で実験でこう実証して、で実験の事実と要素、まあ、条件をくっつりして、でそこに実験実をベースにして展開する。こういうふうにやり方でずらっと実証をやってきまして、これで、まあ、金属の中のエレクトロンボスというのがおると、あるという場合に設計をしているわけです。でこの中にはスプリングエッグものすごいね、やつで解説で、で確かに入ってくるは確認、はい、で最後にまとめの方に行きましょう。これはですね、ナンバラ牛の場合も日曜クラブ実数、これは今年の5月1日から8日の間に、展開したものをと思いますと、1、まあ、実数雑誌の吸収量は1700cc、まあ、こういうふうになっている。だから実数吸収量の吸収熱が 0.7kg、 それから実測の海洋熱は約30kg、そして、ほぼ同量の、ちょっと危ないところ、ほぼ同量のエネルギーが損失になっております。それから、核反応の場合のヘリウムは3.17億倍になっています。から、パラビウム内の核反応率としては、ここに、まあ、パラビウムなんとヘリウムの関係ありますが、大体、ヘリウムがですね、約100万分に、約100万分の1ぐらいが、ものが生産されています。だから、微減子核反応率が重水素と